一人ツーリングの皆さんです。一人ツーリング開放、開放コーナーなんだ。開放中山、よかったらメンバーに。あー、はい、あの、いろんなバイク来ますんで。すごいな、オッケー。こういうのやってます。まあ、よかったらまた遊びに来てください。ちょっとこれ入って、左側の4人掛け開けてますんで。あ、わかりました。はい、すいません。いや、見とこうかな。まあ、一応ギャラリーしようかな。どうぞ、三谷さんまでも経過で、男の映画照れますよ、多分。夏場まで腰抜けたら、俺も、俺も、はい。前半そう見たじゃん。めっちゃ綺麗やん。え、どうすか。なんかグロムある。誰だ。え、グロム大好き。まだまだちょっと撮ってください。あのね、グロム集め、グロムとかホーストミニ集めてツーリングしたいな。どちらか楽しいです。平野区です。百台集めて目標にしてる。まあマジっすか。これでちょっと1、2号集めて島並み行きたい。そう行けたよね。1名です。もう最初のやつが渡り終えたら初めね、渡り始めるという感じが一番ベストかな。はい。エンジン音を聞かせてもらえますか。あ、中吸えますよ。エンジンを吹かしてもらおう。うん、なかなかね、これはね。あれっすよ、7波の方なんですか。いや、1100の方なんです。あ、そう、あれ、あ、そう、7波の、あ、そう、はい。これはね、イタリアスズキが作ったコルサ刀いうてね、世界限定8台なんですよ。ですね。で、日本に2台しかないやつなんですよ。これっすか。はい。あの、今、はやぶさの刀の本出てるんですけども、吉村の113号と西部警察の刀と、はいはい、この3台だけなんです。え、マジですか。あの、特集されてるやつが。西部警察、西部、舘ひろしの、この刀。いや、これちゃいます。あれもね、日本で2台しかないんです。これも日本に2台しかないんです。コルセ刀って言うんですよ、まず、ね、正式に。当時刀がね、輸入で120万の時240万で輸入されとったんです。だから83年なんでね、紙幣価値もそれなりに。どうぞエンジンかけてもらいます。ぜひあの常連になってください。あ、ぜひよろしくお願いします。来ます。気づけて帰るよ。イエイ。ありがとうございます。I'm not coming.